こんにちは、Gです。今回はラズパイに関わらず、PC に必須のマウス、キーボードのお話。といってもデバイスのスペックの話題ではありません。マウス、キーボードの共有についてです。20年前にシナジーというマウス、キーボード共有ソフトが Linux 用に作られました。GNU ライセンスで無料だったんですが、その後有料化されました。しかし、シナジーのソースをもとにオープンソース化したバリアというプログラムがあります。バリアはほとんどの Linux ディストロ、Windows、Mac で動作します。もちろん、ラズパイでも大丈夫。バリアを使うと、一つのマウスキーボードを複数の PC で共有できます。例えば、同じマウスキーボードで Mac とラズパイ、両方を使えるわけです。実際にマウスキーボードの共有を試してみましょう。画面はオリジナル版であるシナジーのサイトです。有料なので、ここはパス。バリアのサイトはこちら。ここでは Mac 版を試しますが、最新版ではなく、一つ前のバージョン 2.3.4 をダウンロードします。最新版 2.4.0 は Mac ではちょっとトラブルがあります。回答して、アプリケーションフォルダーに入れます。起動すると、開発元不明で開けないとエラーになります。アップストア以外からインストールされるアプリでは、アプリ内にデベロッパー ID のサインがないと開発者不明となるエラーです。キャンセルしてシステム環境設定のセキュリティとプライバシーの一般タブ下端のこのまま開くをクリック。これでバリアーが開きます。言語は日本語を選択して Continue。 はじめは Mac 側をサーバーにしてラズパイをクライアントに設定してみます。サーバーをクリックしてください。サーバーの IP アドレスというのが重要です。画面の場合192.168.1.5 というのが IP で、後から必要なことがあります。サーバーを設定のボタンをクリック。中央に自分自身のモニターが表示されています。ここにクライアントの位置関係と名前を追加します。右上のモニターアイコンをドラッグします。私の場合は左側にラズパイモニターがあるので、左側にアイコンを配置します。アイコンをダブルクリックして名前をつけます。この名前が重要で、必ずクライアント側のバリアで表示される名前と一致させてください。Mac はそのままにして、ラズパイ側でもバリアをインストールします。ターミナルを立ち上げて、sudo apt install barrier でインストールできます。アクセサリーからバリアを起動します。日本語を選んで NEXT。クライアントを選んで FINISH ボタンをクリックします。フィンガープリントを信頼するかとウィンドウが表示されますので YES をクリック。Mac 側でサーバーが起動しているのでクライアントが起動した時点で問い合わせがあったわけです。以降、サーバークライアントが接続され、サービスが開始されます。実際にどのように動くのか見てみましょう。左がラズパイ、右が Mac のモニターです。
Mac 側のマウスキーボードを使用しています。マウスカーソルの動きでご理解いただけると思います。マウスはモニター間を移動して、それぞれのモニターで正常に機能します。今度はラズパイ側をサーバー、Mac 側をクライアントに設定してみます。ラズパイ側でサーバーをクリックして、サーバーを設定ボタンで Mac 側のモニターを配置します。しつこいですが、Mac 側のバリアで表示される名前と一致させるのを忘れないように。これで設定は終わり、今度は Mac 側を設定します。Mac 側ではクライアントを選択。これだけでいいんですが、反応が遅いのでオートコンフィグを切ってラズパイの IP アドレスをタイプします。おお、フィンガープリントのウィンドウ出ましたね。これでイエスクリックで完了です。まとめです。バリアは簡単操作で複数の PC 環境でマウスキーボード共有が可能です。ただキーボード共有は Mac では問題があります。この後動画解説しますが、ちょっと仕掛けが必要。それからテキストやイメージの相互コピーができるクリップボード共有機能は問題あり、ラズパイから Mac へはテキストコピーできるが逆はできない。文字化けするんでエンコーディングの問題なのかバリアの問題なのかは不明。イメージは全くコピーできない。まあマウスとキーボード共有できればそれだけでも楽しいですけど。それから注意しないといけないのは、日本語 IM の切り替えは、クライアント側では、キーボードではなく、手動でないと切り替わりません。Mac では、キーボード共有がそのままだと動作しません。システム環境設定を開いて、キーボードを選びます。入力ソースタブをクリックして、左下のプラスアイコンをクリック。言語リスト、下端のその他を選びます。ユニコード16進数入力を選んで、追加ボタンをクリック。以上でキーボード入力が使えるようになります。英語圏の人は関係ないんでしょうね。ラズベリーパイ OS を使ってバリアをご紹介したんですが、他の OS でも同様に利用できます。Ubuntu Mate と Manjaro でのインストール方法をご紹介します。Ubuntu Mate ではソフトウェアブティックを起動します。ソフトウェアを起動してバリアで検索してインストールできます。マンジャロの場合はソフトウェアの追加と削除を使います。バリアで検索して画面の2つのソフトをインストールします。話は変わりますが、今回マウスキーボード共有を試して気がついたことがあります。Bluetooth マウスの接続って別にマウス、キーボードがないとできないですよね。それってなんかモヤモヤしません?ということで、Pi 400のようにキーボードがあるならマウスなしで Bluetooth 接続できるか試してみました。まずはデスクトップ画面で Alt キーと F2 キー同時押しで
実行ウィンドウを表示させます。ターミナルを立ち上げたいので、LX ターミナルとタイプ。ターミナルで、Bluetooth コントロールとタイプして、Bluetooth の操作をします。スキャンオンとタイプすると、デバイススキャンが始まります。この時、マウス側では、必要なら、ペアリング操作します。ここで使ったマイクロソフトの Bluetooth マウスの場合は、裏面のペアリングボタンを長押し。おお、デバイスが認識されましたね。デバイス ID のタイプが必要なんですが、コピペできないので手入力します。最初はペアリング。ペアの後ろにデバイス ID をタイプ。続いて、接続コマンドで、コネクトデバイス ID とタイプ。この時点で、Bluetooth マウスは接続されているので、ここからはコピペできます。最後に、トラストコマンドをタイプして、将来簡単に接続できるようにしておきます。以上で、Bluetooth マウスが利用できます。ご覧いただき、ありがとうございました。3人目の孫ももう5ヶ月。先月の七五三に、スタジオで撮った写真を娘が届けてくれました。窓際に3人分並べています。一人目の写真は、すごく立派な額縁。二人目のは写真のレイアウトが可愛い。でも三人目のは画質が悪い。それと、どう見ても安物の額縁。文句言いたいけど、自分の子育てでも身に覚えあるな。ではまた次回。